フェドラプロジェクトとは、Linux のディストリビューションの一つであるフェドラを開発するためのコミュニティである。もともと、Red Hat Linux プロジェクトと、フェドラ Linux プロジェクトが合流したプロジェクトであるため、Red Hat Linux の流れを受け継ぐ。Red Hat Linux10 の開発中に、フェドラ Linux プロジェクトと合流し、Red Hat をスポンサーとしつつも、Red Hat とは、 独立した組織として立ち上げられた。2003年11月5日にフェドラプロジェクトとして、最初のリリースとして、フェドラコア1が公開された。これをもし、レッドハットリナックスのバージョンで例えれば、レッドハットリナックス10に相当する。以後、フェドラプロジェクトは、レッドハットリナックスの後継ディストリビューションの一つに、当たる。フェドラの開発に当たり、一方、 レッドハット社自体の事業は企業向けのレッドハットエンタープライズリナックスの開発に専念することになった。レッドハット社が講演している。ありがとうございます。